オールドウィッチオールドウィッチは、ロンドンのシティオブ・ウェストミンスターに存在する街路及び、その周辺の地区の名称。ウェストミンスター区の南東側にあり、カム・デンク・ホルボーン界隈、シティオブ・ロンドンの放送街テンプル地区と接し、王立裁判所は、オールドウィッチ内にある。道路は弓なりに曲がっており、西のストランドと東のフリート・ストリートとを結んでいる。この中心では、キングスウェイと交わる。 ロンドンスクール・オブ・エコノミクス、ブッシュ・ハウス、オールドウィッチ・シアター、ダッチェス劇場、ウォルド・オフ・ホテル、在映イ,インド高等弁務官事務所などが存在し、ストランドとの境界付近には、オールドウィッチ地下鉄駅が建設された。1905年、19世紀イギリスの政治家、ウィリアム・グラット・ストンの像が、セント・クレメント・デーンズ境界付近に設置された。 1996年2月18日に IRA 暫定派が仕掛けた爆発物が走行中の171番バスの中で爆発した。この事件では犯人が死亡し8人の乗客が怪我を負った。名称の由来は古英語のエルド・トウィックであり古き変僻な農場を意味する。1211年の記録にはオールドウィッチという名称が用いられている。ありがとうございます。